はい、我々と連邦共和国 Vlog です。日本酒シリーズ。この前は何でしたっけ。黒松の顕微酒を紹介しましたけども。うちの近くには、お酒を売ってるスーパーもあれば、ドンキもあるので、比較的品揃えはいい方なんだろうと思いますけど、それでもやっぱり、焼酎とかワインとか、あとスピリッツですかね、ウイスキーの方がやっぱり、置いてる量は多いですね。日本酒は少ないですね。でですね、私は日本酒の方が好きなので、日本酒のコーナーを見るんですけど、ちょっとねすごいの発見しました。別にすごいって言ってもなんかそんな 高級なもんとかそんなんじゃないんですけど、これですね、純米白川郷っていうですね、三輪酒造だったかな、岐阜県の大垣の三輪酒造っていうところが出してるんですけど、スーパーに売ってあってね、これ720かな、 720ml で1000円ちょっとでしたけど、見てもらったら分かるように透明じゃないので濁り酒なんですよ。濁り酒なんですけど、お店に行ってもらったら分かるように、普通濁り酒って、下の方にこう、沈殿しててね、白いものが。で、上はほとんど上澄みで、上澄みの方は透明で、ただの日本酒である、みたいな感じが多いんですよね。で、濁りにするにはこう、瓶を振ってね、こう、白くするっていうケースが多いんですけど、これはですね、沈殿しないんですよ。振っても振らなくてもずっと白いんですよ。で、どうしてかというと、日本酒って、いわゆる普通売ってる濁り酒って、一応こすんですよ。日本酒を。できた日本酒を粗くこして、で、完全な透明になる、前のこす回数を少なくしたやつを濁り酒として出してるんですけど、これはですね、こしてないんですよ、全く。なので、日本酒ってご存知のように、お米、それから麹、それから、水からできますよね。で、こさないと、ああいう透明な清酒にはならないんですけど、これ全くこしてないので、もろみ、全部入ってるんですよ。なんで、非常にドロッとしてます。だから、どぶろくです。ドブロクとほぼ同じ。酒税法上、ちょっとそうは言えないのかもしれませんけど、ドブロクです。なので、見るかな。こんな感じで、白いんですよ。白くてドロドロして、こう、継いだ時に横に、こう、沈殿物じゃないですけど、こう、もろみがつくんですよね。味はやっぱり越してないので甘口です。で、アルコール度数が14度だったかな。あら。15度未満ですね。15度未満ですね。で、これのすごいところは、これ濁り酒なんですけど、どぶろくなのに純米酒なんですよ。なので、醸造用アルコールを入れてないので、お米、からできた日本酒本来の味、もろみも含めた本来の味が楽しめるんですね。非常にとろーっとしてます。このシリーズなんかね、ホームページ見るといっぱいあるようで、いわゆる普通の沈殿物がある濁り酒みたいなやつもあるし、それからその上澄みだけのものもあるし、吟醸酒もあったのかな。あるみたいです。で、凍結したやつもある。で、どぶろくの、生のやつもあるみたいなんですけど、生のやつはね、やっぱり加熱処理をしてないので、凍結させて、凍結っていうか、ごく低温で、冷やして、発酵を止めないと、そのまま発酵進んじゃうんですよね。それと、二酸化炭素が出て、圧力高まって危険なので、発酵を止めるんですけど、そのまま
二酸化炭素を詰めてしまった炭酸、要するにスパークリング日本酒ですかね、スパークリング日本酒もあるみたいです。なのでこのメーカーは、この酒造メーカーは、こういう濁り酒、ドブロクがどうもメインの酒造メーカーみたいですけど、こんなに言うほど高く、まあ 720ml で1000円ちょっとなんで、濁り酒としては高いのかもしれませんけど、まあでも日本酒としてもそんなに言うほど、いわゆる銘柄のお酒ブランドよりもちょっと安いぐらいですよね。なので甘口なので、飲みやすいですよね。口当たりもいいですよね。まあキリッとした辛口が好きな方にはどうかと思いますけど、でも私も辛口大好きですけど、こういうなんていうんでしょうか、ドブロクの甘口っていうのはいいと思いますね。で、どんなおつまみがいいかなと思って探してたんですけど、これね、ベビーチーズってあるじゃないですか。どこでも売ってるベビーチーズ、まあいろんなメーカーありますけど、このね、雪印メグミルクのですね、わさびチーズ、ベビーチーズのわさび味、これね、いいと思います。試してみてください。まあカマンベールとかもありますし、あとアーモンド入りとか、あとメーカーによってはもっとサラミ入りとか、あと何でしたっけ、アンチョビ入りっていうのもありましたかね。まあいろんな味のついたベビーチーズが100円ぐらいで4つ入りで売ってますよね。この雪印の、わさびチーズ、結構日本酒に合うと思います。はい、まあ日本酒なんで生のね、魚介類も結構合うと思うので、多分ワインなんかよりも日本酒の方が、合うと思うので、お刺身とかでもいいと思うんですけど、まあね、お刺身とか高いので、100円のベビーチーズ、このわさび味って結構いいと思います。安く軽く晩酌するときにいいんじゃないかなと思いました。で、純米白川、これうまいですね。甘口ですけどね、甘口ですけど、まあ振っても振らなくてもドブロクという、この濃さ、ドロッとした濃さがたまらない、ちょっと変わったお酒、濁り酒でした。まあ、岐阜県のお酒って私初めて飲みましたけど、酒どころとして有名なんですかね。私あんまり詳しくないですが、いいと思います。どうしてもね、日本酒というとこう新潟とかね、灘とか広島の三原でしたっけ、西条か。西条とかね、また東北のお酒って、どうしてもこう、すぐに来る酒どころではありますけどね。岐阜県のお酒。結構いけますので。はい。ちょっとした晩食にちょろちょろっと飲むには非常に美味しいお酒だと思いますので、ぜひ試してみてください。今日日本酒シリーズ2回目かな？はい。純米白川郷濁り酒ご紹介しました。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。